Hola amigos, ¿cómo estás? Ya estamos en el marzo. ¿Celebraste el festival de las niñas? Cuando estaba niña, solía comer el sopa de almeja, pero ahora las almejas muy caras. ¿Cuándo los puedo comerlas? Por cierto, hoy tengo una noticia muy importante sobre este programa. Escucha al término. みなさんこんばんは、ちえみです。お元気でしょうか？さあ、もう3月ですね。日暮れも随分伸びましたよね。夕方が明るいとちょっと嬉しいなって思います。冒頭のね、スペイン語でもお話ししたんですけど、ひな祭りお祝いされたでしょうか？先日ですね、地元の駅に行ったら、ひな人形がね、飾ってありまして、3段ぐらいの小さなやつなんですけど、なんだかとってもいいなと思いました。季節感がね、最近あんまりないなと思ってたんですけど、やっぱりこういうものが飾ってあったりとか、季節を感じるものってすごくいいですね。今年は桜の開花が早まるなんて言ってますけど、どうでしょうか？ちょっと早くなると嬉しいな。でも4月に咲くっていうのも風流だし、なんて思う今日この頃です。ところで、今日番組からとっても大切なお知らせがあります。ぜひ最後まで聞いてくださいね。それでは参りましょう。 Vamos a empezar。 Hola amigos。オープニングでですね、今月のテーマ言うのを忘れちゃいました。ごめんなさいね、いつもこんな感じで。今月のテーマはですね、春ですね、春ですよということでお送りしてまいります。春になるとふわふわっと暖かくなって嬉しいよねっていう声の反面、春になると憂鬱なんですっていう方たちの声がね、よく聞こえてくるんですけど、皆さん花粉症はいかがでしょうか？私、花粉症じゃないので、その辛さっていうのはもう聞くだけでね、よくわからないんですけど、今年は早いし、量も多いって聞くんですよね。どうですか？2月ぐらいから早い人は花粉のね、症状が出るみたいで、私のですね、ホームドクターをしてくださっている先生が結構ひどい花粉症でですね、患者さんのお洋服についてくるんだよねって辛そうにおっしゃってました。先生も大変なんですね。でですね、ちょっと面白いデータを見つけたんですけど、某ロート製薬、言っちゃってる某ロート製薬さんが、2017年に行ったアンケートなんですけど、年代別の花粉症の症状の程度っていうのが
あるんですよ。でそれによると年を重ねていくとだんだん症状が和らぐというアンケート結果が出てるんだそうです。つまり年を取ると花粉症が楽になる。でその理由としては免疫力が落ちるのでその花粉に対する免疫も落ちる、したがって症状が出にくいということらしいんですね。で私花粉症はないんですけど乳製品のアレルギーでですね子どもの頃はもう牛乳なんかはとっても無理でしたし、ケーキとかチョコレートとかねそういうものもダメだったんですけどいつの頃から大丈夫になってきて、今ではもうチーズケーキとかもがっつりいっちゃうんですよ。で逆にですね花粉症を含むアレルギーが年を取ると増えるっていうデータもあるみたいで喘息ってありますよね。喘息で苦しくて体調崩されるお年寄りっていうのが結構ね多いらしいんです。そういえば私の母はですね年を取ってから寒冷蕁麻疹温度差とかですね特に寒いところ自宅でもそうですけどスーパーの鮮魚コーナーとかああいうところでも寒冷蕁麻疹ができちゃうんですよ。これもやっぱり体力の低下なんですかね。人間まだまだわからないことがいっぱいありますね。皆さんなんとか頑張って花粉症乗り越えてくださいね。方にはもしかしたら申し訳ないのかもしれないんですがお花の話をしたいと思います。皆さんミモザってご存知ですか？ミモザ黄色いねちっちゃなお花なんですけどお花自体はちっちゃいんですけどね大きな木なんですよ。でそこにタンポポみたいな黄色い綺麗なちっちゃなお花をたくさん咲かせるんですけどそうですね関東ここを住んでるのは千葉なんですけど千葉だとですね3月終わりから4月ぐらいに見られるでしょうかね。オーストラリア原産だそうです。日本では2月から4月頃だから春ですよね。でこのミモザねカクテルなんかも有名ですよね。シャンパンをベースにしてそこにオレンジジュースを入れるんですって。でそうすると黄色いね綺麗な色になるじゃないですか。それがミモザの花に似てるところからこの名前で呼ばれるようになったということらしいです。そういえばですねずいぶん前にミモザカクテルっていうのを飲んだことがあるんですけどそれはねオレンジジュースが入ってるっていうよりなんかハーブの感じのとっても不思議な美味しい味がしました。あとはですね我が家で時々やるんですけどサラダにね固ゆで卵を作ってその卵をおろし金でするんですよ。
そうすると黄身の部分が細かいこうパラパラっとした感じになって、それねミモザサラダって呼んでるんですけど、ふわふわっとしてね美味しいんです。そして見た目もすっごい可愛くてね、ぜひやってみてください。でそのミモザですね、私ずっと気になっていて、このミモザの香りってよく香料になるんですけど、どんな匂いなのかなって気になってたんです。でたまたまこの間ブーケが売ってまして嗅いできましたよ。そしたらねすごく優しいふわんとした春の香り、少しあの粉っぽいパウダリーって言うんですけど、粉っぽい感じのところにふわっと優しい甘い香りがしました。春だなっていう感じの香りでした。結構大きな木なので日本のお庭だとね少し難しいかもしれないんですけど、日本だと岡山の玉野市というところがミモザで有名だそうです。ちなみにですね、フランスのタヌロンという土地、そこがミモザですごく有名なところです。とっても綺麗な景色なので、ぜひあの写真をね検索してみてください。春ですね。Esto es el programa FM Radio Kawagoe 88.7 MHz。 お聞きの放送は FM ラジオ川越 88.7 MHz です。オープニングのスペイン語、皆さんお元気ですか？もう3月ですね。ひな祭りはお祝いしましたか？子どもの頃、ひな祭りではハマグリのお吸い物をよく食べていました。でも今すごく高いですよね。今度いつ食べられるのかな。ところで今日とても大切なお知らせがあります。最後まで聞いてくださいね。Vamos a hablar la lengua española, ¿vale? Mi opinión.2021年2月28日10時、ラジオ川越は開局しました。新型コロナが少しずつ日本に忍び寄り、人々が不安でいっぱいになる頃始まったコミュニティラジオでした。多くのエンターテインメントが新型コロナにより中止や変更を余儀なくされ、私たちの生活から潤いが消えた時期がありました。エンターテインメントは必要ないと言われ、私たちは本当に悲しい思いをしました。そんな中、皆さんが少しでも楽しく過ごせるといいなと思い、この番組は始まりました。それから3年、コロナ禍は完全に収束したわけではありませんが、世界はちょっとずつ元に戻ろうとしています。ラジオ川越の番組も開局当時より随分と賑やかになってきました。始まりがあれば終わりもあります。そして終わりは決して寂しいだけのものではありません。それはきっと新しい世界の扉となることでしょう。この番組オラアミーゴスは次回3月20日をもって番組終了となります。どのくらいの方々が聞いてくださったか分かりませんが、聞いてくださった方の一人でも多くがこの番組からちょっとしたヒントや癒しを得ることができたらいいなと思います。ラストあと1回、最後まで楽しい番組を作りますので、ぜひ聞いてください。
オラアミーゴスエンディングのお時間です。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。先ほどのミオピニオンのコーナーでもお知らせした通り、この番組オラアミーゴスは次回で最後の放送となります。でもね、きっといつもと変わらないゆるい番組になるはずです。どうか聞いてくださいね。冒頭でも言いましたけど、最近ね、日暮れが本当に伸びてきましたね。夕方明るいとちょっと得したような気分になります。やっと寒さの峠を越して春の兆しを感じますね。でも時々寒くなるので、油断せずにね、お過ごしくださいね。私まだ湯たんぽ使ってると思います。収録の今はね使ってるんですけど、3月まだ使ってると思います。暖かくしてお過ごしください。それではまた。 Muchas gracias y buenas noches.